栄光スポーツ TV をご覧の皆様、どうもどうもです。ということで、フットボールスタジアム奈良勝ちです。はい、今回は先ほどのモレリアネオ3に続きまして、こちら、はい、レビュラカップジャパン、こちらもサイバーパックが少数ですが入荷しておりますので、ちょっと開けてみたいと思います。はい、まあ、箱は通常のレビュラカップジャパンと同じ箱なんですが、はい、来ました。これはすごいですね。はい、モレリアネオ3と同じくですね、前足部のアッパーのカンガルーレザーのところには7色のラメが細かく散りばめられております。かっこいいですね。はい、このラインもトロピカルで可愛いですね。はい、とソールが、まあ、クリアブルーのような形で、はい、スタッドは施されてて、このサックスがおしゃれにアクセントに効いてますね。はい、もちろんメイドインジャパン、ジャパンスピリット入ってます。はい、ということで、こちらもですね、いろんなカラーのゼログライド通していただいてもすごいアクセントになって合うんじゃないでしょうかね。はい、おそらくフロンターレの登里選手も履くんじゃないのかなと思うんですけど、登里選手も結構シューレースいろんな色に変えたりしてますんでね、ぜひチャレンジしてみていただけたらなと思います。はい、こちらも本日12月11日金曜日発売となっておりますので、数量限定なのでお早めにこちらもチェックしてみてください。はい、今日はレブラ3のサイバーパックのご紹介でした。以上です。かっこよすぎだな。